報道するラジオ今日の特集テーマ4月から消費税引き上げ皆さんどうします、うん、でございます、えー、今日は早速ですね長田町まあ政治の世界で言ってどないなってんのということで東京報道神崎智博記者に聞きます神崎さんこんばんははいこんばんはよろしくお願いします,ししま,すまああの先ほど安倍さんの声をですね皆さんにも聞いていただきましたけれども、はいはい、あの あの会見、まあ、記者会見だったんですが、あの最初、こういう言葉から始まったんですね、最初の安倍さんが言った言葉が、はい、半世紀ほど前の今日10月1日に東海道新幹線が開業しました、その10日後、うん、東京オリンピックが開会されましたと、<ー>頑張る人は報われる、みんながそう信じていた。 時代ででですすっっていう言葉であの会見始まったんですね、うん、これ、まあ、いわゆる日本の良、まあ、かったとみんなが思ってるような時代をまあ思い出させるような、まあ、三、えー、丁目の遊戯的な演説ですよね。<laughs> 見言い方上がりの時代ですわね、えー、これ安倍さんの演説のまあ得意パターンなんですけども、うん、あの非常にこうあのオリンピックの招致の時のように、ですねこう身振り手振りをかなり大きく取りながらの演説で、はい、あの迷った末と言ってましたが、迷いはもう感じられなかった。 ったんですよね、もう相当、演説も練習したんちゃうかなと思うような印象で、<laughs> ということはやっぱり相当前から決めてたんかなという印象を抱くんですが、あの同時にその発表されたのが、まあ、いわゆる5兆円規模の経済対策というやつですね、はい、も発表されたんです、でこれはま正式には12月までには決めるとした上で、復興特別法人税を前倒しで廃止すると、でさらに低所得者に1人1万円を給付しますと。でまた住宅ローン減税 を広げたり家を買った人へは現金を配りますみたいなことを 発表しましまたでさらにあの、一つ注目点があるんですがあの、法人税本体についても触れたんですね、そのはい、安倍さんの非常にこだわりが強いところで、法人税というのはその、まあ、今回の経済対策とは全然別の話なんですけども、演説の中でわざわざ触れたと、でこれはあの以前、私もリポートさせてもらったんですが、これ、財務省との駆け引きがあったと言われてるんですね、で消費税はあの上げてやるぞと、その代わり法人税を下げろよみたいなやり取りをどうもしていたようで、まあ、その間、 こう妥協するような形で、真ん中である復興特別法人税をじゃあ、廃止しましょうというところで折り合ったと、そういう事情があったんですね、それにわざわざ触れたということがありました、うん、ただあの、やっぱり法人ばっかりかいという印象になりますよねなんでね法人の方にはいろんなことをして、法人は厳しいいにななるばっかりかりと質疑応答でもその質問が記者から出まして、やっぱりその経済対策が法人ばっかりじゃないかというのがあったんですが、はい、安倍総理は、ま、多くの 個人はそもそも法人で働いてるじゃないですかと。会社で働いて暮らしを立ててるのが個人ですよねと。なので企業の収益が伸びれば雇用も増えるし、 賃金も増えると、その結果、皆さんの家計も潤いますというふうな回答をしていましたそこがほんまかいなというところを、また後ほどね、ううね皆さんと考えたいとは思いますけれども、はい、だけどこれね、もちろん反対する議員だって、いるわけででしょそうですね今回、引き上げるというのを決めたそのものに驚きはなかったんですね、やっぱりもうみんなその前からやるだろうというふうには思ってたので、えーあのー、株価なんかにも全く影響は なかったんですね。まあ、折り込み済みだったということなんですけれども、ね、ただやっぱり一部の野党は反発をしていまして、はい、例えば共産党の市委員長は、あの、まあ、国民は所得が減ってると、その国民から増税で8兆円も奪って、それで大企業に減税をばらまくというのは、これは道理のかけらもないと。 いいうふうふに言っています、うんはい、でまた生活の党の小沢一郎さんはあの、政府が主張している景気回復、今回復してるって言ってますけども、これは実態は伴ってないんだと、うん、でここで消費税率を上げれば景気は失速して、逆に税収全体が減りかねないというふうに言っています、はい、でまたみんなの党の渡辺良美さんはの、増税前にやるべきことがあるんだと、うん、それはデフレ脱却なんだと。 でそもそも5兆円も経済対策をやるぐらいならそもそも増税しなきゃいいじゃないかというふうに言ってますね。<laughs> そもそもわかりませんね。うん片手で取ってもう片手で配るということですから、かはい。 というふうにそれぞれまあ批判をしてるんですけども、ただ、国会では残念ながらこういう増税反対の声は大きな声にはなってないんですね。なってないなんでですかあのまあそもそも国会が開かれてないというのもあるんですが、今、私が名前を挙げた政党、どれもやっぱり少数政党なんですよね。野党といっても、野党で一番大きい民主党はそもそも増税を決めた当事者ですし、日本維新の会も消費税増税そのものには反対してないと。 こうなると、そもそも与党の自民党、公明党とこの民主党、維新の会合わせると、衆議院480議席のうちの436議席なんですよね、全体の9割をもうると9割ですか？実は反対しているのは、もう残りの1割だけの人<ぁ>ということになるんですね。はい さらにもう一点、ちょっと驚きがあったんですけども、さすがに消費税を増税するっていうことになれば、これまで高かった安倍さんの支持率もちょっと下がるだろうというふうに言われてたんですけども、えー、実はその、まあ、火曜日に発表があって、そこから、まあ、急にあの当日から翌日にかけて行われた共同通信の世論調査があったんですが、あのここで安倍さんの支持率 63.、63.3%という数字がた出たんですね。前の月を上回った あったんです。あ、上がったんですか？はい。でさらに、はあえー、消費税率8%への引き上げについても、まあ賛成が。 53%で、反対が43%、これも賛成の方が上回ったんですね、でやっぱりこれ、国会議員の人たちから見れば驚きで、その税金を上げるっていうことについて賛成が上回るっていうのは、ちょっともう聞いたことがないという声が、あちこちから上がってます、えー、でやっぱりこれは、でっやっぱりそのオリンピック招致の成功っていうところで、国民のムードがやっぱり大きく変わってるんじゃないかというふうな声が上がってます。 まあ、ただあの、国の中だけじゃなく、これは海外にも配信されたわけでそうですね、ね<え>あのー、これ、まああの、実はアベノミクスというのは、今まで海外からは結構評価が高かったんですよね、うん、ようやく日本が動き出したみたいな論調が多かったんですけども。 実はその海外の反応が今、ちょっと実は厳しいことになっているようで、はいあのー、例えばアメリカの新聞で、ウォール・ストリート・ジャーナルというのがあるんですが、はい、ここは、その消費増税に邪魔されるアベノミクスという社説を発表したんですね、うん、で中で書いてあることがなかなか厳しくて、うん、安倍総理はこれまでの総理と同じように、財務官僚の囚人だということを露呈させたと財務省にとらわれている身だと。 はあ、なんでそんなこと言うかというと、まあ、日本経済は今、一見、勢いを増しているようなんだけども、デフレは克服されていませんと、うん、労働者の賃金も下がってますと、増税と同時に発表された経済対策についても、いや、結局、公共事業じゃないかとで、こういう公共の支出っていうのは、過去20年ずっとやってきたけど、成果が上がってないんだよと、えーまあ、バッサリ切り捨ててるんですね。はい でさらにイギリスのフィナンシャル・タイムズというこれも新聞ですがここも批判をしていましてあの消費税の引き上げは安倍政権最初の政策エラーになるだろうと。 大きななちになるだろうって、うん、ミスだろうということを言ってるんですね、でなぜかというと、あの安倍総理は家庭の購買力に大打撃を加えるだろうと。物を買う気なくすだろうって話ですね、まあ、皆さん。個人消費が落ち込むというふうに見てるんですね、で日本の,その、まあ、エスタブリッシュ、まあ、支配してる人というんでしょうかね、はい、エスタブリッシュはアベノミクスに全財産をかけてると、<laughs> そこに代案はないようですと、まあ、かなり冷ややかなんですよね、もうみんな、アベノミクス。はい にかけている状態で他にもなんか考える余地がないような状況に日本がなっているというふうに言ってるんですね、さらに言うと、これまで日本にずっと早く消費税を上げろ、上げろと言い続けてきた IMF というのがありますね、その国際通貨基金なんですけれども、この IMF という組織でさえも、消費税増税に対して、一部のうちの一部の人たちは日本経済に悪影響を及ぼすことを懸念しているというリポートを出しているんですね。その今まで上げろ,上げろと言ってきた 国際機関ですら言うてると。<laughs> はあ うんな,なんでこうなるかっていうと、やっぱりそのデフレ脱却というところがちょっと怪しいんですよね、デフレ脱却化したかどうかっていうところ、まあ、デフレ脱却しないと税金上げませんというふうに今まで説明がされてきたんですけれども、<ー>この実際それをじゃあ、どうやって測るかっていうと、ここで消費者物価指数というのがあるんですね、はい、でそのも、まあの値段、世間で売られている物の値段を表す数値なんですけれども、まあ、その中で、まあ、コアコア CPI という数値がまあちょっと専門的ですが。うん うん、ありまして、でこれをその政府はデフレ脱却したかどうかの判断に使うとしてきたんですね。えー、で、その要はこれが上がれば物の値段が上がっていると、物の値段が上がっているってことはちょっと景気も良くなってきてるだろうみたいなまあざっくりとそういう数値なんですが、うん、この数値は実はまだ低いままなんです。マイナスのままなんですね。ねイナなんだ。マイナス0.1%というという数字でギリギリまだ前年を下回っている状態だと。えー、で加えてあの賃金が上がってきたという話もなかなか聞かないですよね。ね ということで、まだデフレ脱却はまだまだ先になるというのが、 まあ数字を客観的に見たら、そうじゃないかというのが、この海外の新聞の人たちが言ってるわけですよね。うんで、まあ、海外からの視線がこうやって厳しいということは、イコール日本の株価はなかなか上がらないということにこれはなりますから。そうか海外の投資家が買うんですもんね。そうですね,のでね主にあの株価を左右するのは海外の投資家だと言われてますから。<ー>ということは、まあ、今はどうもあれオリンピックもあって、追い風が吹いてる。 安倍総理なんですけども、これがどこまで維持できるかということですよね、うんでま、こちらではやっぱりその今後、賃金ですよね、はい、働く方の賃金が上がってくるかどうかがその左右するポイントになるだろうと、そういうふうなことが言われてます。なるほど東京報道の神崎智博記者ででししたた、はい、ご苦労様でした 報道するラジオ。今日のテーマは4月から消費税引き上げ。皆さんどうします？これでございます。えー、この問題にお詳しいお客様今日来てくださいました一般財団法人アジア太平洋研究所研究統括の江南大学教授でもいらっしゃいます稲田義久さんです。どうもこんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。ますあのもうズバリ伺いますけど、この時期にですね、このような形で消費税率を5%から 8%に4月上げるという話について稲田さんは賛成なんですか反対なんでしょうか。あの私はですね原則としてはですね反対なんです。はい、原則反対とおっしゃる。はい、あの理由はですね <A> あの成長戦略でですね暮らしを良くしていくべきなのに。うん 先ほどから話も出てますように、ですねあまり議論がされなかった、はい、ということですよね、うん、その影響とかについては、ですねあまり議論されなかった、えー、でそういう意味ではあの、安倍さんっていうのは、もともと私は成長論者というふうに思ってるんですけど、うん、いわゆる上げ潮路線派ですよね。そ、うんうん、そういうい意味でそれはあ所得を上げて そして税収を上げてという形になってますから、うんはい、あのその筋からいけばですね、えー、まあの一応原則私はあの反対というふうに見てます。なるほど、はい、その影響がどうなるかっていうところが非常に大きいっていうことですよね。はい、あの早速ね、稲田さん、はい、ラジオのリスナーの方からも続々と声が。 届いていてるんですよ、はい、まあこのまま消費税上げていったら、暮らしはどうなんのというところで、はいえー、ラジオネーム、神もホットケ算さんっていう方なんですけど、はい、私が見る限り、今でも物が売れてません、うん、半額セールになっても売れないものは売れません、はい、本当その通りだと私も思いますけど、はいはい、これで消費税増税になったら、全く物売れなくなって、日本の経済がダウンすると思いますよって。 どうでしょう。そうですね。あの、私ども、一応経済学者はですね。はい、あの。 平均っていいますかまあの、経済全体でこう、まあ、見るわけですね、だから当然その、いわば低所得者の行動とか、それから高所得者の行動もです、ね、見るわけですけど、うん、基本的に例えば、いろんなシンクタンクからです、ねあのまあ、あの家計調査データに基づいてです、ね、所得が違うところに一律税、税金をかけた場合ですね、はい、増税と物価上昇率、大体2%と言われてるんですけれど、うんうん 大体年収500万の4人家族で、ですね約18万の負担増になると言われてますちょっと待ってくださいよ、うんはい、年収500万円ある4人家族、はいはい、で、年に今まで使えるお金より18万減ってしまうという意味ですね、はい、そういうことです。18万ですねね、まあはい、ボーナスに、ね、近い ですから基本的には、ですね貯蓄の取り崩しということにならざるをえない,い、ねうん、貯蓄を、ね、取り崩せる人はまだしもですよ、はい、そんなもんあらへんがなと、うん、取り崩すもんもあらへんがなっておっしゃる方だっていっぱいいるわけで、そ,でね、そしたらし、まあ、多くの人はとにかく物買わんとかってなるん違いますの、えーあのー、消費税の一般的な影響を考えますとですね。はい あの消費税、えー、っていうのは、要するにある日突如、物の値段が分かるわけですね、うん、それ分かってると、そうしますと、みんなどうするかと言ったら、その上がる前にまず買っちゃうわけですね、まあ買えるもの買おうかとそうですね、でえー、そして、えー、あとはちょっと置いておくと、うん、でしばらくしてからまたというところなんですが、うん、そういう意味では、あの物の支出、ね、のパターンといいますかこう、いつ買うそのパターンだけの変化なんですけれど、うん、ところが消費税増税の場合には物価が上がりますから。うん 所得は2%分、目減りするということですよね、うんえ。え、賃金がそのままであれば、はい、物価が2%上がる方向に向けられてるわけだから、はいはい、ほっといても賃金は2%下がったような状態に、なるわけです、はい、そういうことですね。はあ、ですから、あのー、例えば 低所得者とか、ですね、はい、それから年金受給者に,、ね、にとっては、非常に厳しいですね、うん、いや、<れ>63歳の主婦さんっていう方もね、はい、私、年金暮らしです、はい、据え置いた年金が減り、はい、これ、10月1日からも実際、年金減ったんですよね、1, 1%前のおーインフレ分ということになりますもう、ね、減ったんですよ、はい、で消費税増税で値上げが相次ぎ。はいはいはい ど,ど,どうしますね、今でも貯金を取り崩してるんです、それを切り詰めなければ生活できないって言われたら、どないするんですかと、その社会保障にどれだけ回せるかっていうのが見えてこない中では、空物、はい、を買いませんよ、商標落ち込むと思いますというご意見なんですよの おーニュースといいますか、解説にもありましたよう、ね、に、はい、意外とあの今回の消費増税に対してですね。うん あの、賛成している人っての多いんですよね。なんでですか。ねそれはですね、多分ですね、皆さん、やっぱり社会保障に関して、非常にですね、あの。不安を持ってこれが持続可能かどうかとか、不安を持ってますから。まあ、年金がどんどん減らされるんじゃないかと。ですから、しゃあないなっていうふうな感じなんですよね。それ多いでしょうね、平野さん。でも、ほんまに、それで年金は安心なんです。いや、まあ、とてもそんな状況。 でではないですよね。どんどん増えていくわけですから、これから、ね、何兆円単位と増えていくわけですから今回もあの、まあ、平成あの2014年度の,その消費増税によるあのお金は、ね、4.6兆円これ見込めるんですけどもあの本当は、ね、もうちょっと。あの 経過措置があって、そのぐらいしかならないんですけど。8兆円ですよね。本当だ。それは平年度ですね。だ今年は、まあ、五兆円。五兆円。今はすぐなので、で、入ってきません。まあ、消費税増税で5兆円。税収上がるだろうと。まず言われても。ほとんど穴埋め状態なんですよね。いわゆる、その、国の借金の穴埋めでしかない。国が負担する2分の1の、その、基礎年金の財源不足をですね。このお金によって、あの、穴埋めすると。 これれがもうう大半使われてしまうんですよだから新しい社会保障のためのお金というのは、もうわずかもう1兆円切って 5000, 円5000億円ぐらいしかないんですよ、で何に使うかというと、その子育て支援とかです、ね、低所得者層の、うんまあ、軽減ですよね、国民保険の軽減、うん、こういうものに使われるんですけれども、あの増税する分にああ、ね、応じて、そのまま、はい 社会保障の見返りがあるのかというと、今言ったようにほとんどもう穴埋めに使われると。そう。しかもこれからどん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 社会保障費が増えていくと。でも。ちょっと前に百年安心って言いましたよ、政府は。言いましたですね。年金も百年安心ですって言ってたのに。まあ誰も信用してない。誰も信用してないし、もう今でも言ったらもう日の車っていうところにちょっとはまああのそれに足しになるけれど、これでじゃあ。 年金安心なんていうことでは全くない、うんね、わけですかそれで問題なのは、は<ー>またこのこの支出をしなくていいお金を、今度は景気対策に回すとが言い出してるわけですよね,、はい、ね景気対策も5兆円と、5兆円,ね、5兆円とりあえず来年、税収増えるけど、ね、そ,のその、そのまあ同じお金とは言いませんけど、ね、その一方で5兆円、また景気対策移って。ね こ何の意味があるんだって五意く五ではそのまあゼロですけどゼロでんから、まあ、ある意味ではあの、5兆円の方の支出っていうのは、ですね、はあ、これはまあ、単年度でということになるんでしょうけれどうん、うん、本来、こういう危機的な財政状況の時にですね、うんえー、補正予算っていうのは、ですね、うん、組むべきではないですよね、うんうん、補正予算の話というのは、どういうことなんですか。 あのこ,れはこの方ね、はい、えっ明石大さんっていうラジオネームの方なんですよ、うんえー、補正予算を組む資金があんねやったら、増税する必要ありませんやんっておっしゃっておりまし素直な反応ですよね、うん、そう思いますよねね、はい、結局、経済対策に補正予算を組まなきゃいけなくなる、ね、組めるお金あなねたなんでお金、もともと取るのという話ですね。あの 我々もそもずっと、私は景気予測をずっとやって、リアルタイムで景気を見てるんですけど、はいうん、今年の初めぐらいからです、ね、景気が、うん、反転してきたわけなんですね。うんうん、でそういうい意味では、うん 補正予算、危機をあおって、補正予算が必要だということは僕はないと思うんですね、自律的に反転してきてると、ですから、そういうとき、仮に使うんだったら、もっとメッセージ性のあるとか、非常にセレクティブに、今、日本にとって何が必要かとですそうういことねそういうところに投資すべきであって、またぞろう。 公共投資っていうのはですねそれはおかしいというう言、うん、今言われているのは例えば五輪のそのインフラ投資とかそんなんまで入ってるそうですね<の>え、そんなん入ってんですか？もう言われたのはねの増税の分からいろいろ経営対策、えー、そのお金ね、はい、なんでオリンピックと関係ありますのあの 先行したいということなんでしょうけれどあ、こそっと入ってきていや、知らんうち、これは言うときますけど、社会保障を充実させるために、致し方ない増税だというふうにもともとあれでしたよね、民主党政権の時に、税と、あっ、じゃあ、会保障と、税の一体化、一体でしょ、社会保障もようなるはずでしょ、そっちはようならんと。 うん、借金の穴埋めで、もう必死で、でね、税金上がることだけは一本立ちしちゃったんですね、うん、あの別論議ということを言ってますけど、<ー>お金にはよく言いますけど、色がついてませんので、一緒ですよね、国家予算の中ではあの結局ですね、はい、あの両立という場合ですね、うん、やっぱり税収をどう上げる 所得に関してて税税率かけて税金決まりまりすよね、うんはい、でそこで所得がぐっと伸びる、すなわち成長戦略で、えー、所得が伸びれば税収も伸びると、うん、それでうまくいくわけですね。うん、で、えー、一方、まあ、社会保障は放っといても年、ね、1兆円ぐらいの形でどんどん伸びていきますよね、うん、社会保障にいるお金が年、ね、1兆増えるのが今の高齢化社会ですか例えば、アメリカのです、ね、クリントン政権の時代、うん、90年代半ばっていうのはですね、うんうんうん あの成長戦略に成功したんですね、<ー>あの時ずっと何十年にわたって赤字がですね黒字に変わりました、安倍さんはそこはよく知ってるはずなんです、うん、だから成長が一番大事なんだということなんですね、だから、うん、あの成長することによって所得を上げていく、そしてそのためにやっぱり投資が必要だということ。 ある種の好循環を想定してるんですけど、まあ、なかなか今のところうまくいってない、うん、これからだということになり具体的なその成長産業のイメージが打ち出してないですよね。はい、そうですね。割とバラバラあれもこれもあれもこれもっていう感じですね、えーで。私、成長戦略を考えるときのキーワードというのは、 ある意味では、よく ICT と言いますね、うん、IT ですよね、うん、あの人口が減少化していく中で、基本的に成長率を上げるっていうのは、やっぱりうまく ICT を使う。うんうん、それとやっぱり ヒューマンキャピタルと言いますか人的資本ですね、うん、人間のやっぱり、我々の学生もそうですけど、うん、それのですねクオリティを上げる、うん、こういうことを通じて、そういうところに投資することによって、ですね、うん、成長全体が底上げになっていくという,、うん、いう意味で、やっぱり投資をするところを少し間違ってるんではないかというふうに思います、うん、どこにちゃんと投資するべきか、はい、もっと、ま、国の未来を見せろってことかもしれな、はいですし <laughs> 例えば震災の現場に行きますと、ですね、はい、あそこで何が不定しているかといったマネージャーであるとか、いろんな得意な能,能力を持った人とか、ですね、うん、公務員ずいぶんなくなりましたですね。うん、ああいう専門の技能を持った人は、そういうところに、えー、と投資をしてある、そういうところを伸ばすような、それとイノベーションを伸ばすようなとか、ですね、うん、はっきりメッセージ性を出せばいいわけですね。うんえー、それなのに そうですね。オリンピックの道のこれとか、まあ、オリンピックは今、チャンスだから。何でも入れちゃう。言われたら、なりますよね。そうなってしまいますよね。あの。 本当安倍さんが描いているのは、さっき稲田さんおっしゃったみたいに、あの企業がここにお金つぎ込もうと思って、で国も後押ししてくれるだろうと思って、ま本当はそこに投資をしていく、も人がそこで雇用が広がる、賃金も上がる、あの普通の人がみんなお金を使う気になる、税収が上がる、まこれが夢でしょ。 そこですやん、そんなに賃金が上がるんですかというところ、多くの方が、あのリスナーの方も聞いていらっしゃるんですよ、どうなんですか、これは今のところ、賃金上がったような話聞いてませんというお声をいております具体的にですね賃金のデータ見ますとね、大体皆さん、イメージ分かってると思うんですけれどあのバブル崩壊以降、ですねほとんど上がってない、ないしは横ばいなんですね。例例えばあのの最近でいきます今 あの今年は8月までデータあるんですね、<ー>そのうちですね前年比上がったのは2ヶ月で、うん、あと6ヶ月は前年比下がってるん、うん、で、その上がった2ヶ月もボーナス好きなん、うん、あボーナスだから上がったわけで,、はいはい、であの水野さん、ご承知のように、我々の給料っていうのは、ボーナスとそれ以外ですね、ベースでいいです。はい、でですね で上がるような状況で、うん、だから、ボーナスで、えー、対応していくと、だから、まあ、これから今後予想されるのは、ボーナスがですね上がっていこうというふうなところはありますけれど、うん、これは先ほど言われましたねあの、本当に好循環に程遠いですよね。だって、ボーナスない方がものすごい増えてますよ、うんはい、ボーナスがない立場で働いてる方が増えてますよに あのいわゆるあの正規労働者の上とはずっと減ってます、すね、パートさんの上とは上がってます、うん、パートさんの賃金、平均的に低いですから、それ、ね、が増えます、1人当たりの賃金って、平均的にずっと下がりますね、だからこういう現象なんですね、ですからにあ、日本人1人当たりに直すと、ですねやっぱり賃金っていうのはずっと下がってるから、せいぜいよくて横ばい、それをこう反転させるということなんですけれど、先ほどおっしゃったように、消費税率で物価 上がりますよね。はい、で上がった時に例えば2%に対応して2%賃金上がるかということはないですね。なぜないですやんです、ね。はあ、でそういう意味でですね、えー、あのおそらくですね、えー、と来年のあの4月に増税されますね。それから2015年の12月に一応まあ考えられてますよね。10%ですね、はい。2ポイント上がりますから10%上がります。はい、そうしますとあの通常1年間前年同月比で見ていったらですね1年間まあ、うん あの消費増税の影響は出るわけで、でその次からいくんですかさらにまた今度、増税ありますから、はい、この2年、3年というのは、なかなか実質の賃金上がらないというふうになりますね。うん、ということは先ほど言いましたように、まあ、あの貯蓄の取り崩しというのは、平均的には見たところなんでしょうね。賃金上がららなかったら、うんうん、税収は 下がりませんかそうですね、それとね、もう一つ注意しなければいけないのは、例えば関西を見ていきますとね、意外と大阪の賃金の伸びっていうのは、全国平均はかなり低いんです大阪は低いんですか。ですから、消費増税が来た場合には、そこの激変緩和措置ですよね、激変といいます大きな変化に対してどう対処していく、そういうところが非常に重要になってくる。 そういう形で、えー、すっと見ましたけれど次回はかなりハードルがあの税あの、税率上げるのハードルは非常に高くなると思いますね、うん、だからそういう、あいわゆるです、ね、複数税率で言いいますね、うんあの、食料品であるとか、そういうところである、ね、とかはね、もう消費税かけないとか、安くするとか。 そういう話も今回吹っ飛んで8には上がるということになりました、はいはい、でね、はい、あのー、なんで給料が上がらないかというとこが今回とっても大切なとこだと思うんですよ、はいはい、安倍さんはあの企業にどんどん優遇の措置をすれば、はい、企業が元気になって、はい、そして給料上げてくれるんだって言うわけでしょそんな企業にしたら 別の話ですすわと言うてはりまここのところ、どうなんでしょうか、えーあのー、ですから、今までああの海外の例もそうですけど、はい、国があんまりその民間に介入した場合ああ、あまりうまくいかないというのは、大体歴史が多いで給料上げてくれるとも上がりませんか多少上がると思いますけれど、はい、過度に、えー、こう介入っていうのはです、ね、あまりいい結果ではないわけですね。<ー>ということは、やっぱり企業がです、ねえー、本当にあの成長戦略で、 これでいけそうというふうに思ったら、ほっといてもどんどん投資します、企業はね、だからそれを描かないとだめなんですよそれは今は期待できるのは、本当に一部のね、輸出、の円安効果によって儲けてる会社ぐらいですよね、期待できだから、この20年間、なんでデフレで苦しんできたかというと、やっぱり日本はある意味で、付加価値の高いものを作り上げるのに失敗してきたということなんですね。 例えば、EU と米国と日本と比べますと、例えば EU もアメリカも賃金というのは右肩上がりです、日本だけが右肩下がり、ずっと右肩下がり、そこで生産性はそこそこ上がってるんですよ、こういうことが起こるということは、日本はなかなか。 あの付加価値の高いものをですね作ることに失敗してきたということなんでしょうね、あの申し訳ないんですけど、私、ずっとね、どなんでやねんと思ってるのはね、企業がお金を貯め込んでますやん、ね、小泉さんの時だって、ものすごい長い景気、良かったんでしょ、あれ、戦後最長かなんか、内部留保っていうんでか、企業にものすごい貯めてるっていう、それを賃金に回してくれたらよろしいん <laughs> あのちょっと最近の,あの発表されたです、ねはあ、4、6月期の,です、ね、あの法人企業統計があるんですけれど。 あの全業種でですね、あの経常利益ですね。これ二十兆円です。で前年同期比て三十パーセント増えてます。三十パーセン何が増えてるんですか？あの経常利益が。経常利益三十パーセント。円安の影響。株なんこれ大きいですよ。でこれにですね。そんなもん買ってるんですか？ええ減価償却が加えますとね。内部利益は非常に大きい。でもこれが動かないいうところが問題なんです。内部利益何百兆円とか持ってるんでしょ？う企業全体で。 ほんでそれを賃金に今までやったら、昔の日本だったら回してたん違うんですか、はいはい、あのねそれはだいぶ前なんですね、そういう循環がうまく回るのっていうのは、ね、安倍さんがおっしゃったのは、その循環を取り戻しておっしゃってるけど、だいぶ前の話なわけですね、そう,うそういうことです、70年代であるとか、ですね、うん、80年代あ<ー>そう、そういう春闘とかある、そういう時にはですね、はい、あが賃金あの、物価が上がれば、賃金もこういうふうな感じで回ってきたわけですね。うん、で今やっぱりあのどうしても 自分の雇用を守るとなれば労働者は非常にあのー、そういう抑制的になりますよね雇用、うん、を守るためにはあもう首にならへんためやったらそんな要求しませんと、うん、そう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 いうのがですねやっぱりこの2次年大きかったですよね<ー>でもあのそういう意味であのー。 かなりの成長に自信を持てることになればです、ね、うん、ずいぶん雰囲気も変わるということ、ね、う私の思案を言っていいですか <laughs> <ぞ>皆さんから笑われると思うんですけど、<laughs> ど<ぞ>私は内部留保に税金を多額にかける。<laughs> あのよく理論的には例えば貯蓄に税金をかけてあぶり出すというところもあるんですが、例えばもう少しです、ね、あのそこに知恵を絞ったらいいと思いますね、どうやったらどうやったらどうやったらいいです、ね、あか。 南海トラフの話ありますね、<ー>ああいうところにです、ね、企業にです、ね、そういうところを充実させなさいとかいう形で、そう,した<ー>そういう投資をやれば、はい、え少し控除しますとかです、ね、役に立つような形で、前向きな形でのです、ね、投資、特に関西というのは、そういう震災関係とかで,ですね、はい、そういうところのいわゆる BCP とよく言うんですけれどビジネスの活動がうまくいくような、そういう,そう,いう前向きの投資をやればです、ね、それは一つのアイデアだと思います。 安倍さんはあの、はい、法人税を下げよう、はい、下げようとして、国際競争力と言ってるんですけれども、はいはい、日本の法人税がそんなに高いとは私は思わないんですけれども、下げて、ほんじゃあよその国からあのそ,のそんなに投資がですね日本に来るかというと、それはあんまりそんなに期待できないんじゃないかなというああの平野さんの質問に対して、私はね、うん、あの半分イエスで、半分ノーあそうですか。かあの 確かにです、ね、法人、うん、あの形式を見てた場合、日本は高いです、ねうんい、アメリカも相当高いですけど、うん、あの今、企業をグローバル化してますから、うんその、基本的にはやっぱり税率、条件のいいところに行くという意味では、常にそんな誘因がありますね。うん、でそれからあの 例えば大阪にこうインバウンドの投資といいますか、海外から投資してもらうときには、そういったですねある意味での条件を整えるっていうことは必要ですよねだって、日本の労働コストっていうのは、アジアの諸国に比べてずっと高いでしょう、だからわざわざ日本にこれから来るのかなという、うん、それはね、ねやっぱりわれわれ、関西自身がですね魅,力魅力のあるです、ねうん、発信とか、そういう形をしないと、やっぱり座して何とかですよ、うんうんうん、そうですね、だから、付加価値がある,あるのかどうかということですよね。 今の企業にね。でその一方でね、うん、今回じゃあ低所得者の人に何か痛みを和らげる措置をしましょうと言うたらですね、何かって言ったら1万円という話ありますね。ま、はい、あ1万円 1>、はい、あのね、えー、とてもね これ私毎月1万円くらいはんのかも <laughs> でしょ 1>, 1, 回1回ですよねなめどんのかとなめとんのか,とうとんのかって <laughs> あの声をいろいろなとこで聞きます私どものシングタンクで昔ですね、はい、麻生さんの時のいわゆるその定額給付のアンケートやったんですね,すね、はい、そうそうですね8割が全部貯蓄に回りますあ 割それと意外に面白いのはです、ね、うん、高所得者ほど使うんです。うん、というのは、うんうん、高所得者にとって、一万ほっと入った金になるんですね。所得の低い人は、もう常にローン借金抱えてますから、うん、全部こう回ります、ねうん、そんな感じで、だからその時は、所得制限を設けるよりもしない方がいいとこういうふうに言うんすね。うん 割ですから、あんままり役に立ちそれよりもっと考えなきゃいけないのは、やっぱり軽減税率ですよね、食料品とかね、そういう運について。これは例えば公明党なんかでも今、だいぶ議論してますけど、これはもっとやっぱり早くやっと8%の時やる話だったですよね、当初はね。皆さん、3党合意で GO という形になってきた時に、ちゃんとケアをするというふうな、やっぱり準備が必要だという意味で。 あのいやいやあの激変が起こった時にですね、うん、先ほどの IMF の話とか、いろいろ出てきましたけど、うん、あの IMF でも、ですね、うん、その激変の変化を心配してるわけですよね、うん、だからそういう意味で、えー、私は次の消費税っていうのは、仮に増税とする場合にかなりハードルが高いし、うん、でかつまたそこをきっちり議論をしない。 うん、そんな意味ではもう高い税金を払わされたぐらいに思わんとしゃないんじゃないですかね。んいやなと諸内の諸桃色小町さんはですね、うんはい、これってお金持ちに負担がかかる仕組みにできないんですかお金持ちと貧乏な人との差がこれじゃ開くばっかりじゃいますか、うん、これだからまあ所得税のやっぱり<う>あの高額所得者への課税がもっと。 重税にすべきという議論がありますよね。ありますね。うん、あのその時ですね、一つの問題がありましたね。うん、あのある意味では累進税というのはそれは理想的なんですが、うん、じゃあその時の所得をどう把握するかというとこで、うん、結構正確性に欠けるところあるんですね、うんで。そういう意味では消費税っていうのはとにかく使った人に税金がかかります。ただ悪いそういう意味では透明性があるんですね。うん、ただ 残念なことに、ですね低い所得の人でも同じ税金かかる、です高い税金の人でもあ所得の人でも同じ税金かかりますから、えー、そういう意味では、格差は広が広るわけです、ね、ますます広がってね、日本がどんな国になるのかですから、先ほど言われましたように、えー、軽減税とか、そういうのは真剣に考えられるべきなんですよ、ねうん、あのラジオネーム、よっちゃんは、ですね、はい、上がって困ったことになるっていう話は山ほどあるんですけど、逆に消費税上がってよかったっていう話ってあるんですかって。 難しいですね、でも、<laughs> あのその時僕はこんなふうに思うんですね、本当にあのなかなかこう議論はうまくいかない中でこうこう決まっていきましたけれどそこではたとやっぱり気が付くわけですねあの、そういう意味であの、今後の我々のその将来のことであるとか、 持続可能な社会保障とか、そういうところにですねやっぱり注意喚起していくとか、あ々は真剣に考えるという意味、そのぐらいの意味しか、まあ、見いだせないですよね、はああの。いろんなことが分かってきました、うん、アジア太平洋研究所研究統括、湖南大学教授、稲田義久さん、どうもありがとうございました。 平野さん、はい、消費税についての皆様のご意見、ものすごい勢いがあります,す、ね、多くの,あの文言をですねいっぱいあの書いてきてくださってる、うんえー、例えばパタちゃんさんは、ですね、うん、生活保護を利用している私にとっては、もう生きるか死ぬかの問題なんです、うん、3月に2080円下がって、8月から1年8ヶ月の間に3回の引き下げですよと。うん、週2000円の食費 1, 1 5 0 0円週間ですよ、うん、食費を1500円にしてやりくりしてきましたが、もはや限界、もうこの冬、とてもじゃないけど、暖房なんて使えません、お正月、お雑煮いただけるでしょうか、ねね、息子の勤めてた会社が去年、消費税が払えなくて倒産したんですっ、うん、ってておっしゃっています今回もこう転嫁できるかって悩んでる企業、多いですよね。 バイコロジーさんは、ですね復興、まだまだなのに、うん、企業の復興増税を1年前倒しで廃止すると、うん、ねそれ、企業だけですからね、廃止するのは、で個人から取るわけですが、はい、もう政治の世界では、あの大地震は忘れされられているに違いますかああ、うん、あのののまず取り組むべきあの最優先の課題が全くあの 分かってない経済政策ですよ、ね、あの私あの、先ほどのニュースで日銀の総裁がです、ねはい、経済成長率のプラス要因になると、えー、いうようなこと言っともうこれ、とんでもない、まあ、政権に迎合する中央銀行のトップと思えない発言だと思うんですよ、過去の,あの消費増税の時にはです、ね、あの景気が著しくダウンして0.1%前後まで落ち込んだんですよね。<laughs> いった あの消費税上がる前にみんな駆け込み中をします、えー、そのあと冷え込みますよね、よ税は落ち込むんです、ねえー、今回も恐らくそういうことになるだろうという、<ー>しかも、ね、アベノミクスの副作用があって、はい、円安によるその輸入物価の高騰、ですよねガソリンがもうどんどん高くなってるでしょう、はい、だからダブルパンチになる可能性があるんですよ。 だからまあこれ本当に思うように景気に回復しなかったらことはまた追加緩和とか言ってまた国債増発というようなね話になってくるとさらなるその財政の圧迫につながると非常に危ういシナリオですよね今回、うん、あの企業のね復興特別法人税廃止してその穴埋め9000億円どっから持ってくるかさえ決ままってないです、ねはい、報道するラジオ皆様からの熱いご意見本当にどうもありがとうございました。うん